はい、皆さんこんにちは、あっちでございます。 PG88 のスタークルーザーパート96やっていきたいと思いますね。ね、もうね、やばいね。何がやばいって、もう道迷ってんだもんね。ここ入ってた方がいいのかな。もうね、もう道においてはね、晩酌つきたような気がしますね。燃料ですよね。あとね、一時燃料がね、かなりね潤った時期があるんですが、もうね、あいつはね、ちょっと売ってるやつはね、なるべく接近してね、任すか当てるみたいなのがね、良さげな感じですね。これで、あとゲートがわからないです。ゲートがね、塞がれてる箇所があるんですけど、どうもね、近くのゲートを開けるんではなくて、あれみたいですね、離れたゲートをね、開けるゲートみたいなので、マップ上で確認できないですね。これ燃料5000じゃ少ないんだよね。さあ、どう行きますか。あ、これじゃないね。かなりね、かなり入念に、一回ね、ちょっとね、騙された感じで、これで行ってみましょうか。あ、無理か。で、あ、こっちも無理か。で、こっちか。おお。はい。あ、これは違うね。あ、色が違って見えたんだけど、気のせいだと思うね。ひゃー、なにこれ。お、燃料が見えるけど届かないわ。これどうなん、もうどうなってか分かんない。うわーうわあ、思わず舌打ちが出ちゃったよ。もうこう行くしかないよね。で、はいはい、で結局ここ入ったところで何もできない。で、ここしかないよね。で、ここに行ったところでこう行くしかないんで、おいしょ、ここだね。あ、燃料取って、これだけか。あ、はいはい。あー、もうこの敵が撃ってほしい。よいしょ。こんな出口に近いとこ、出口とかスタークルーザーに近いところで何か重要なものがあるとはなかなか思えないんだけど。あれですね、何ですか、ねえ、やっぱり16ビット機と多少差異を作ってるんですね。めんどくさいことしたんでね、したんだね、本当に。あ、なんかある。あ、燃料があった。燃料があった、燃料があった。でもここ行くしかないのね。この先燃料だったら嬉しいんだけど、違ったら嫌だな。これもちょっと顔面突っ込む程度ね、突っ込むような感じだ。よいしょ。あ、こっちね、もうね、至近距離でね、至近距離、うん、至近距離だね。処理落ちるんでちょうどいいかもしれない。これか。はい、弾食らうのをビビってたらね、やつみたいな敵は作れないんでね。突っ込んでいきますよと。これこうですよね。あ、なんかある。あー、なんもないかい。ここ来たじゃない。来たよね、来たよね。やばいね、ちょっと私に空間認識能力がないんで。いるけど、あれはもう、あ、こっちか。倒す必要あんのかな。これね、シールド切れてもね、一発受けれるみたいですね、どうもね。
シールド切れた後でもね、じゃんじゃん食らってるんでね、じゃんじゃんってかガーンって言っても、修理状態、修理員と必要な状態にならないんでね。いけて臭いんでるわ。あ、燃料見える、燃料見えるから倒しておこう。もうね、ほんとね、やだね、これね。どっち？あ、右か。でも帰ってくるのね。あ、取るよ。5000じゃ少ないわ。1万くれよ、1万ね。あ、なんで方向変えたんだろう。わー、これまたやる感じかな。わー、右か。読めなかった。燃料で、なんか行けるところがあるね。こっち行く前に行っちゃおっか。それ抜けれるとこね。これ行ったらどうなるの。いい感じ。3匹か。やだな。よし、これもなんか進捗欲しいんだけど。燃料タンクか。いや、もう一発食らえるはず。なんか強気に行ったらいけたね。ゲートやっときたぞ。これなんだい？ L なんだろう。またこっちあるのね。修理人とか、事故。今は修理人そんなに欲しくないんでね。さすがにこんだけガーンないと怖いね。頼むわ。痛い。燃料ね。はい、修理人だね。どっかのゲートが開いたんだな、これ。これ、修理人だけだと嫌だな。もう突っ込みます。突っ込む方がいいと、私は思っちゃいました。燃料あった。で、多分どっかの、多分ね、私思うにね、上のフロアのゲートが開いたと思うんです。おい、いいよ、もうバンバン食らわせなさい。もう、まだ来るのね。燃料があると期待して、いや、もう突っ込んでいくわよ。右か。左に帰って、嫌いなタイプ。壁に当たって戻ってくるのね、ほんと大嫌い。これで、で、こっち行って、帰ってきたのかな。多分そうだよね。多分帰ってきてるんで。で、これでゲート開けたから、堂々エレベーター乗れるかな。うわ、まだある？まだ。ちょっと待って。いやー、はめられた。なんだい、はめるのかい。これか。まだあるのね。これ回り込めないのかい。マットが小さい。回り込めないね、これね。またゲート開けないといけないのか。とりあえず乗ろうよ。エスカレーターじゃない、エレベーターか。間違えちゃった。これね、これ乗っていいのかな。いや、さっきこっち行っちゃおう。どっかの、ここにね、ゲートが開いてるような気がするんだい。私ね。違ったかな。エレベーターね、行っちゃおうか。
ああここ来たね、一度色が変わっててどうのこうのって言ったところだね。で、はい、あれどうだろうこれ。ああこれあれだね、ああだわ、タンクが手に入るとこね。これしか行けないかい。でこれ行ったらダメな気がする。あ、ダメだねこれ。また戻ってきたね。多分1階に戻ってきたと思います。ああだだだだ、これダメなんだよ。ダメなやつ、ダメなやつね。1階に戻ってきてますね。わあ、どうしたらいいんだろう。これまた一旦戻るのね。ああ戻るね、これ戻るってやつだね。でこっち見たらまたスタークルザー出てくるよね。あ、スタークルザー出てくる、うん出てくる、絶対出てくる。となると、あそこのエレベーターかな。本当にあの燃料切れさせる工夫満載だね。え、なんか間違えてるね。でこう帰ってきて、あー違ったか。で次はエレベーターの、これマッピングいるんだろうね。下に、あ浮いちゃった。あー上か、上か、行っちゃおう。せっかく敵さんいるんでね、これ倒しとけということなんでしょう。おお、これ弾だいぶ外してるよね。見えないね。私は左が好きだから左行くけど、それで、あああらららららら、あららら、痛い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 。あ、エレベーターか、ワープポイントか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これなんか見たことあるような気がするんですけど、違うね、違うか。ちょっと橋っぽい感じ。あ、これかな。あー違うね、違うね。あ、まあ私がこれかなとか言ってもね、見てる方全然わかりませんもんね。あ、これか。いや違う、違いますね。うん、どうも新しいとこだけど、これこれなんだ。え、はあ、なんか急がば回れって気がするねえ。これ絶対そんな気がするよ。え、で、ね、お、で燃料、この燃料取ったんだ。え、動かないかい。これ全部あのエレベーターに向けてるでしょ。あのエレベーター行ったら多分ダメなんだよ。真ん中のエレベーターにイカソイカソってしてるでしょ。これ行ったらダメなんだよね、真ん中のエレベーター。もうなんかそれ見えるよね。はあ、おお、なんか下に行けるよ。ここでセーブしちゃおうか。セーブしちゃうわよ。もうね、あーもう気が気じゃないわ私は。こっちかな。どれがどんだけのセーブなのかが分かんない。あー恐ろしいわ。なんか大事なデータ残してたらどうしよう。これね、こうでしょう。これ燃料取ったら絶対真ん中戻されるんですよね。あ、うん、ね。でも中には取れる燃料もあるということが言いたいんだろうね。絶対もう罠ってわかるもんね。よし。
あら、なんだいこれ。あー、そうなのかい。あー、結局罠に入らないといけないのかな。あ、でもこれ違うエレベーターだね。あー、そうだね、ここに行くべきだね。私はここから復活したんだよね。よし、これどこだろう。おえ、どここれ。はい、はあ、嫌な感じだね。もう色変わったし、敵の。おお、全然違うところから始まってるし。うわ、これ来たね。なんかに来たのは間違いなさそう。こいつ移動しねえじゃねえか。ちょっと横に向いたままね、平行移動するのは汚くない？おほら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 、どういうこと？頭振っといてそっちに移動しないって。あ、壁に当たってたのかな。ほうほう、燃料5000、そんなもんじゃ収まらないんだけど。あ、もうこれ行くしかないね。あ、どうすりゃいいんだろう、どっちに行きゃいいんだろう。どっちに行きゃいいんだろう。これに該当するマップが見当たらない。まだね、まだカンニングでなんとかしようと思ってますからね、私ね。あ、ないな、ないな、そんな実がないな。じゃあね、とりあえずこの辺で終わっておきたいと思います。PC888 のスタックルダパート96、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。